フィップスがエドワード・ジェンナーによる牛頭摂取を受ける様子。アーネスト・ボードが1910年頃、ジェームズ・フィップスはエドワード・ジェンナーによる牛頭摂取を受けた最初の人物。この時代、作乳婦の間で牛頭という伝染病にかかった人が天然痘にかからないとする言い伝えがあり、ジェンナーはこれを知ると自身の理論をフィップスに試した。フィップスへの主は、 成功に終わり、後に天然痘の死闘を受けても病気にかからなかった。フィップスがジェンナーによる死闘を受ける様子。ガストン・メリングによるリトグラフ、1894年頃。エドワード・ジェンナーの庭師の息子として、グロスタシャーのバークリーで生まれ、4歳の時にバークリーの生命アリー教区教会で洗礼を受けた。1796年5月14日、ジェンナーにより、 約8歳の健康な男の子として牛頭摂取の対象に選ばれた。ジェンナーは作入府、サラ・ネルムズの手にある牛頭の小水砲から液を抽出し、フィップスの腕に小さな切り傷を2つつけて摂取した。ジェンナーの記述したところによると、彼は7日目に脇の下の不調を訴え、9日目に寒気がした上、食欲不振で軽い頭痛もあった。 この日は目に見えて気分が悪く、その夜もある程度の不眠が見られたが、翌日には全開したという。約6週間後、ジェンナーはフィップスに天然痘を摂取し、この摂取に効果がないことがわかると、フィップスが天然痘に対する免疫を得たと結論づけた。フィップスはその後20回以上天然痘の摂取を受けたが、一度も天然痘を罹患しなかった。 フィップスはたびたび天然痘の予防に牛痘接種を受けた最初の人物として言及されたが、これは誤りである。1791年、ホルシュタイン広告キール出身の医師、ペーター・プレットは子供3名に対し牛痘接種を行っており、同セット州、イェットミンスター出身のベンジャミン・ジェスティも1774年に、妻と息子2人に牛痘接種を行っている。 しかし、ジェンナーは1798年に牛頭の原因及び作用に関する研究でフィップスに対する主導を記述し、脳が抽出されたサラネ・エルムズの手のイラストも含めた。ジェンナーの著作は腕から脳を抽出し、それを別人の腕に摂取することができるという記述と、摂取に適切な海の選び方の記述が含まれており、結果的には、 ワクチン接種に関する最初の著作となった。フィップスが住んだコテージにある名版、2006年撮影。ジェンナーは後に、バークリーにあるコテージを無料でフィップス一家に貸し出した。このコテージは、フィップスの死去から1世紀以上経過した1968年より、エドワード・ジェンナー博物館として一般公開されたが、博物館は1982年に、ジェンナーの家に移転された。 フィップスはジェンナーに感謝し、1823年にジェンナーが死去したとき、同年2月3日に行われた、ジェンナーの葬儀に出席した。1853年に死去、同年4月25日に洗礼を受けた教会であった、バークリーの生命アリー教会に埋葬された。ジェンナーも同じ教会に埋葬されている。ありがとうございます。